ダウンビューパークはカナダのオンタリオ州トロントノオスヨーク区、ダウンズビュー地区にある大規模な都市公園。この公園の名前は連邦政府によって所有及び管理されているため正式にバイインガルとしている。最初は航空機製造業者であるデハビランドカナダの本拠地であり、後にカナダ軍基地となる。公園は未まだダウンビュー空港も含まれているが1999年に カナダ政府はそれをカナダ初の都市国立公園と宣言。しかし、トロント東部のルージュ国立都市公園とは異なり、ダウンズビューパークはパークスカナダではなく、連邦の王立企業であるカナダランズカンパニーによって管理されている。2017年現在ほとんど開発が行われていない公園はボボでつかずのままである。この地域は1929年最初は、 デハビランドカナダによってカナダ事業所が収容された。製造工場は第二次世界大戦中航空機の製造に使用され、戦後、カナダ国防総省はこの地域にカナダ空軍の中流部隊を配置するためのスペースを必要としたため1947年に連邦政府は製造工場を囲むダウンビュー270の不動産を統合取得した。1999年、 連邦政府は大々的に歓迎して、カナダ初の都市国立公園となることを発表し、国際デザインコンペティションを開催。2000年にブルースマウト・レム・コールハースは、ツリー式として知られるデザインスキームを提出し、等当選。その後の数年間は、多少の開発が行われ、計画は休眠状態に陥った。その後、ツリー式計画で要求されているように、 ほぼ完全なる緑の空間で構成された公園を作る代わりに公園敷地を管理する法律企業であるパークダウンズベパークインクは公園の北と東そして南西タンクの商業住宅開発を承認初期段階の公園建設は2005年に始まる最初のステップは敷地の非常に重要な部分で50年以上の軍事基地の使用によって押された土壌を再生することであるが この最初の作業の大きな特徴は、カナダ天然林と2020ファーストフォレストイニシアチブとのパートナーシップで始まった、カナダの森林の開発であった。住宅開発者は、スタンレーグリーンに興味を示し、アーブニュコープ社が後半なデューデリジェンスプロセス後、PDP によって、最初の住宅開発者として選ばれる。アーブニュコープ社は、キングウエストビレッジ及び、 トロントのダウンタウンにあるクイーンストリートウエストトライアングルエリアで最大の土地所有者及び住宅コミュニティの開発者であるが、ビューパークでの最初の住宅開発段階は1000個以上の住宅からなるとされ、新しいコミュニティ、ダウンスビューパークの近所の建設は2012年の秋に開始する。2013年、カナダ最大の住宅建築会社であるマティミー・ホームズは、 不動産開発業者であるアーブニコープと共同で公園内で最初の住宅コミュニティの建設を開始。地方議員のマリア・アウギメリはこの開発によって公園が開発されることを期待して起こっている住民をなだめることはありそうもないと述べた。2014年トロント市は再び公園開発の権利を取得しようとしたが連邦政府はこの提案を却下し、 公園開発の責任を遺憾することは検討しないと述べた。トロントスター氏は政府がその計り知れない価値のために公園開発の移転を検討したくないというメモを手に入れた。1984年と2002年に教皇ヨハネ・パウロ2000による2回の教皇の訪問、並びにトロントのためのモルソン・カナディアンロックスなどが催される注目のイベントの会場である。 ローリングストーンズ、AC、DC、その他多数の2003年のコンサートが行われ、カナダの音楽祭エッジフィストは2年間この地を本拠地としています。リンキンパーク、ストーンテンプルパイロット、サム・ロバーツ・バンド、ビリー・タレント、AFI、アレクソン・ファイアート・メトリックなどが演奏したがエッジフィストは2011年に公演に戻り、2012年には再び注目のイベントとなる。 2012年以降、ベルトミュージックフェスティバルが公演で開催されている。トラジクリーヒップは2011年のカナダの日に約3万人の群衆を集めて演奏を行う。2012年6月16日にレディオヘッドのコンサートのゲートオープン時1時間前、一時的にステージが崩壊し、1人が死亡、3人が怪我をした。2012年、 ジュニアカリビアナフェスティバルも同公園に移される。ダウンビューパークのトロント、ダウンビュー空港の滑走路の空撮ダウンビューパークは、トロント市の北西部とグレータートロント地区の地理的、中心部にある231.5ヘクタールの土地から成り立っているがこれらの土地はもともとカナダのデハビランドエアクラフトの本拠地であり、 その後1947年から基地が閉鎖される1996年4月1日まで空軍基地 CFB ダウンズベとして使用された。閉鎖時に将来の世代を楽しむためのユニークな都市のレクリエーション用の緑地として土地を永続的にそして信頼の下で開催することも発表された。1996年には都市レクリエーション緑地を創設する権限が パークダウンズベパークインクに与えられ、2006年にはダウンビューランドの231.5ヘクタールの所有権が PDP に移管される。国防総省は進行中の軍事的ニーズに対応するために29ヘクタールの土地を確保しており、ダウンズベランズに隣接する土地の約150ヘクタールはボンバルディア・アロスペースの管轄下にある。 ゴートランジットの列車が主に使用する鉄道路線は同公園の中心部を通っている。公園の使命は自己資金調達で開発を要求がなされているので、およそ102ヘクタールは持続可能なものとしてダウンビューパークの建設、開発及び管理に資金が流れるようコミュニティに統合。キーレストリート側には大きな人口の水域の池があり、そこからの水は ダウンビューデルズの渓谷に流れ、そして最終的にブラッククリークに流れていく。1996年から2017年の間にダウンビューパークに最寄りのトロントの地下鉄駅はダンズビュー駅で、そこはトロント市地下鉄1号線のターミナル駅として機能した。公園の東端近くに位置し、ダウンスビュー空港から駅の名前が変更された。 シェパード再選が2008年12月17日に運行。北方延長前の2017年には、トロントトランジットコミッションバスシステム101が運営され、トロント交通局のシェパードウェスト駅とカールホールロード、航空宇宙博物館間を毎日運行している。ダンズビューパーク駅は2017年12月17日に、ボーニエの1号線地下鉄延長の一部としてオープン。 しました。この駅は公園の北端にあり、コートランジットの通勤鉄道 g ートランジット鉄道サービスの一部であるバリーセントのインターモーダルインターチェンジです。その駅は2017年12月30日にオープンし、ダウンビューパークスポーツセンターは4万5000平方メートルの多目的施設で、以前はデハビランドエアクラフトカンパニー、後に カナダ軍のための航空機格納庫でした。ここで最も一般的なアトラクションはセンター内の屋内レクリエーション施設であるザ・ハンガーで、ここにはサッカー、ボールホッケー、ビーチバレーボール施設だけで年間約60万人の訪問者が収容されており、2011年冬は待望のドーム型フィールドが追加され、冬フィールドの可用性を拡大した。二0九年の夏、 トロントローラーダービーはダウンズビューパークスポーツセンターのウエストエンドのスペースを利用してホームゲームを開始。2011年の夏にはトロントローラーダービーはバンカーとして知られている公園内の別のスペースに移動し、ローラーダービーワールドカップを12月上旬2011年にそのスペースにおいて実施されたが、これをダウンズビューパークスポーツセンターにも適用し、 グランプリカートウェイズや内容電動ゴーカート、フープドムバスケットボール施設、ザ・レールスケートパークスケートボードの目的地、トゥルーノースクライミングオーク内、ロッククライミングジム、エリートアスリートのためのプレミアエリートアスリートスクールを設けた。世界第一位の選手ジョナサン・パワーが運営するナショナルスカッシュアカデミーは最近センターにも開設。2013年10月にアイスホッケーアリーナがオープン。 し、2015年2月にスコシャバンクポンドに改名した。トロント FC の BMO トレーニンググラウンドとアカデミー2011年3月ダウンズビューパークはトロント FC の新しい最先端のアカデミーとトレーニング施設のサイトとして選ばれ、2011年5月に木屋訓練場で建設が始まり、2012年6月に施設がオープン。 三つの芝生フィールド、一つのドーム型芝生フィールド、およびフィールドハウスを含み、トロント FC のオーナーであるメイプルリーフスポーツエンターテイメントは、カナダでサッカーの発展の中心地になることを目指して、2100万ドル以上の施設建設と土地の賃貸料を支払っている。2014年7月、マルスは、カナダフットボールリーグトロントアーゴノーツの 臨時練習施設を収容するために200万ドルかけて訓練場を拡大、マルスから施設を仮近くで練習することが発表された。その年の9月にチームは引っ越したが、その後2018年に練習施設をランポートスタジアムに移した。2018年、BMO は訓練場の命名権を取得。BMO トレーニンググラウンドアカデミーに改名。 アセルリーグ12019年のシーズンに向けて、トロント FC2 は BMO トレーニンググラウンドにホームゲームを移した。2011年にはバレーボールカナダがセンターを本社とトレーニング施設にしている。2013年には新しい四パットのアイスコンプレックスもオープン。センターでの事業は持続可能なコミュニティの発展が進むにつれて、公園の建設資金を生み出し、 大トロント地域での卓越したスポーツの中心地に成長していく。ダウンビューパークはスポーツの卓越性と参加のための全国的に認められたセンターになるというそのビジョンを追求し続けている。サッカーチームのライアーソンラムズは屋外サッカー場をホームフィールドとして使用している。公園にはトロントワイルドライフセンターダウンズウェパークフィルムテレビジョンスタジオ ダウンズウェパークアーツアライアンスもあり、これらはすべて PDP が自己資金調達要件を満たすため賃貸料を支払うだけでなくアニメ方面にも貢献しているが、その多くは PDP と共同で運営されている。40カールホールロードにある供給倉庫としても知られている大きな倉庫はファーマーズマーケットと映画スタジオとして使われ、ドアオープントロントツアーはそこで行われた。 リースベースのパートナー、テナントに加えて、他の様々なコミュニティパートナーシップを模様しており、食用作物を積極的に生産している都市型、農業団体、地元のミバチス協会から、たくさんの巣箱が集まり、そして常緑樹栽培やエバーグリーンのような、グループによる環境管理プログラムもあります。ありがとうございます。